オープン戦、西部、中日、12日、ベルーナドーム。中日、高橋周平内野手が好スタートだ。6番、三塁、でスタメン出場すると、2回に右前だ。その後、木下の右前だで本塁にヘッドスライディングし、先制点を奪った。7回にも中前打を放ったところでお役御免となったが、 オープン戦初戦で3打数2安打と好発進。教育リーグを含めて通算10打数5安打の打率。500と13年目のベテランが好成績を残しており、ネットではその打撃フォームが話題となっている。昨年までよりバットのヘッドが投手方向に深く入った形になっており、タイミングの取り方も通算2480安打を放った立浪監督とどことなく似ている。 SNS では、周平の打ち方立浪さんみたいだね。この校長はその打ち方のおかげ。一瞬、立浪さんかと思った。立浪監督笑ってる。といった反響が集まっている。また、三年目を迎えたうか工場外野手は右脇を開けたような構えになっており。こちらは中地みたいだぞ。ゆらゆら構えてるのも似てる。いい選手のいいところは取り入れないとね。 といったコメントが見受けられる。